が通ってる家なら 100% お世話になってると僕は思ってます。お買い上げお待ちしてます。あ、いやいや大丈夫です大丈夫です。排水をアジャストしてくれるもんなんだろうなっていう。皆さんこんにちは、渡辺パイプの井上です。井上さんお疲れ様です。お疲れ様です。とあるリフォーム現場の方に伺わせていただく予定だったんですけれども、うんうんね、工期がずれ込んでしまって後日にしてくれってちょっと先ほど言われてしまいまして、工事はねやっぱりちょっとどうしても生き物というか、まあ、変更とかつきものなので、はい、まあ本当にね職人さんたちはいつもそれに対応してくれててもうありがとうございますっていう感じなんですけど、めちゃくちゃ悩んだんですけど建築資材についてもうちょっと行きたいなと思いまして、これどこで使うのっていう商材をちょっと集めてみまして、まあ、ちょっとお手元に資料を語りたいなと。だいぶマニアックな話になっちゃうかもしれないんですけど、そうですね、はい、それが建築資材ということで、熱意だけはすごくありがとうございます。日陰の子たちにスポット当ててあげたいなと思って今日はちょっと用意を。1個目はこれは、それは板ですか。これはばきという商品なんですけど、かまぼこ板ではないですか。かまぼこ板ではないですね。剥がさないです。剥がさない。どこで使うでしょうか。ここスタジオですけど、はいはい、この中にはあります。あるあります。ありますね。ちょっと探してみようか。床と壁の継ぎ目というか、おそこにあるやつ。正解です。床のところにこうピーッと走ってる板のことをはばきと言うんですけど、それ見てああはばきだって思う人まあほとんどいないとは思うんですけど。そうですよね。年末の大掃除の時とか、はいはい、この上にこのほこりが積もるんですよね。そうなんですよ。それをこう雑巾でこう取るのめんどくさいなと思ってて、はい、意外と細かいお掃除されてるんですね。あごめんなさい意外ととか言っちゃったけど、すごい失礼なそんなこと言ってますけど、はい、まあ、お世話になってますから。あ床板と壁って実はほんの数ミリ離れてるんです。ぴったりくっついてるわけではない、はい、ドンってくっついてるわけじゃなくて少しだけ隙間が空いている、はい、その隙間にそのままだとやっぱりゴミとか入っちゃいますのでガードとしてはばきが回ってるという。ホコリとかって壁際に溜まっていくっていう、クロスが張られてる壁に対して汚れがどんどん溜まっていくと色ついたりしちゃうんですね。明らかに壁が汚くなってっちゃうんですよね、はいはい、はばきくんがそれも防いでくれてるわけですね。この子がいるからこのクロスの一番下が黒ずまない。正直床かけるじゃないですか、ガンガン当たってると思うんですよ壁に。一番下破けてきちゃうんですよ。クロスだと破れちゃう。でもはばきくんが守ってくれてるわけですね。これはほこりはたまりますよね。ほこりはたまるんで拭いてください。2個目はこれは何ですか。2個目のやつはちょっと見たことはないかもしれないですね。ボールタップっていうものですけど、ほとんどの家にはありますね。あると思います。ご自宅にトイレのタンクの中にあるんですね。それ見ようと思うことないですよ、ね、いやいやタンクの中ってどうなってんのかなってめちゃくちゃ気になる人いるかもしれないじゃないですか、まあ、ちっちゃい子とかだったらねあるかもしれないですけど、いやいや大人でタンクの中ってどう知りたいなって思いません。めちゃくちゃ重要な役割を担ってまして、はい、そいつがなかったらトイレ水浸しになっちゃう。水を司ってくれてるというか、タンクを背負ってるトイレっていうのは、まあ、用を足します、水こう流しますよね。でそうするとあのタンクの中に溜まってる水が便器のところに落ちてきて汚物を流してくれるっていう仕組みになってるんですよ。ボールタップとあとあのそこにつながってるあの浮き玉っていう、水なくなったら玉落ちますよね。ボールタップが浮き玉とつながってるんで、もともと浮いてたものが下がるとボールタップが傾くんですね。こっち側給水管につながってて、はい、傾いたら弁が開くんです。そうすると給水管から水がタンクの中に補填されるんですね。なくなった分が入ってくる。そうなくなった分が、でそうするとまた、浮き玉が浮くじゃないですか、はいはい、こう水が上がってくるんで、はい、ボールタップの向きが元に戻るわけですよ。止まるんです。だからこのボールタップが、給水の出入り口の管理をしてるっていう、ない家もあるかもってお話しさせてもらったと思うんですけど、はいはい、タンクのないトイレあるんですね。あタンクレストイレってやつですね。そうですそうです。タンクレストイレの場合はボールタップの出番がないのでついてないですから家にないよねっていうパターンもあるんですけど、うん、ご自宅きっとタンクのついたトイレだろうなと思ってあるって言ったんですけど、合ってます。合ってますけど、どういう意味ですかそれタンクレストイレ高いんでまだちょっと時期早々かなって思ったっていうだけなんですけどちょっとバカにされてますよねいやそんなことないですよ。3つ目はこれは何ですか。これはあのジョイナー、このスタジオ内にありました。主に4種類あるんですけど、はい、見てたらここなんと3種類ありました。実物で見ましょう。ありがとうございます。
キッチンに、はい、来てみましたけれども、ここにジョイナーがある。ジョイナーありますね。ここも見えてますね。もうめっちゃ見えてます、ジョイナー。その角のそれじゃないですか。お、よくぞ気づいてくれました。正解です。こういうのだったりするのが、これが全部ジョイナーなんですけど、何のためにあるんですか。いくつか役割がありまして。いくつか、はい。でその役割によって、まあ、種類が分かれてるんですね。基本的に4種類あるんです。見切り、入り墨、出墨なんだと。分かった分かった、思い出した。ひらめじ。説明すると、あ、なるほどとなるかもしれないんで、ちょっと一個一個説明していきますけど、はい、まず見切りっていうのが一番よく使うやつでして、はい、キッチンパネルって3ミリっていうのが一般的な厚みなんですね。3ミリのキッチンパネルをつけるんですけど、3ミリのこの断面のところですね、これ小口っていうんですけど、この小口が素材が丸見えの状態っていうんですか、そのままだとかっこ悪いから、確かに、はい、見切りっていうものをカポッとかぶせて最後の見栄えを良くするっていうのが見切りの役割なんです。入り墨っていうのはこういうふうに壁と壁がくっついているこの形状を入り墨っていうんですよ。出墨っていうのは今のと全く逆の形をしているここ、ここはこうじゃなくてこうじゃないですか、はい、反対です、はい、こうの状態っていうんですかね、これを出墨っていうんですけど、ここにくっつける部材が出墨なんですね。ひらめじっていうのはキッチンパネルってこう大きさが決まってるもんですから、どっかで接合するっていうのはよくあることなんですね。キッチンパネルが来た平面のところに平たくくっつけるのがひらめじなんですよ。間取りって家によってバラバラなんで、必要な部材がもちろん全部変わってくるんですけど、必要な分だけキッチンパネルとそれに必要な部材を取って工事するっていうものになります。綺麗に施工していただいているのを見ると、まあこう、大工さんありがとうございます。これようやくなんかパイプっぽいというか、あ、パイプっぽい商品ですよね、はい、排水アジャスターっていう商品なんですけど、多分見たことはない。排水をアジャストしてくれるもんなんだろうなっていう気はするじゃない。 そこまではさすがに分かってます。トイレのリフォームをするときに使う部品なんですね、はい、ジャーって流したらどっか流れていくじゃないですか、はい、まあ、そのどっか流れていくってことは排水管がつながってるっていうことになるんですけど、排水管っていうのは基本的にあのトイレの床からボコってこう出てる位置が決まってるんですね。戸建てでもマンションでも、はい、トイレをあの最初に設計するときはここの位置にこのトイレをつけるぞっていうのがもともと決まってて、リフォームするときってタンク付きのトイレをタンクレスにしたいよとか、うん、違うメーカーさんのトイレにしたいよとか、いろいろ要望があると思うんですね。トイレ側の方にもここに排水芯が来ますよっていうのはもう設計上決まってるので、背中側の壁ですねから排水管のセンター、あの穴開いてるところの中心部ですね、はい、までが20センチ、200ミリっていうのが、まあ、一般的な距離なんですけど、はい、住宅設計するときに、はい、トイレの後ろ側に何か棚をつけるとか、うん、もうちょっと前にトイレ出したいよねみたいなこともあるわけですよ、うん、40センチぐらい前に出てるところに排水のセンターが来てる場合があるんですね。なるほど。排水芯が200になるようなトイレを持ってきちゃうとつけられないじゃないですか。20センチ合わないじゃないですか。合わないってことです。排水の距離が、その時に排水アジャスターを使って合わせましょうと。トイレ側もリフォーム用っていうのを選ばなきゃいけないんですけど、うん、トイレからこう水流れてきますよね。で普通だったらまっすぐ流れていくわけですよ、はい、だけど排水アジャスターが上から入ったものがこっちから出ていくみたいな形状になってますでしょ。 なってそうですね、はい、こう入ってきたものをアジャスト、調整するんですけど、ごめんなさい、アジャストって調整する、はい、調整するんですけど、はい、一つその調整されたルートを通ってもともとあった排水管のところに流れていくっていうことができるようになるという商品が排水アジャスターですね。これは何という商品？これはあの引っ掛けシーリングっていう商品なんですけど、絶対家にあります。え、これも家にある？それがない家僕は見たことないです。電気が通ってる家なら 100% お世話になってると僕は思ってます。天井にあるってことじゃないですか。お、いい読みしてますね。シーリングライトって呼ばれてるライト、そうですね、照明、こいつを外すと必ずそいつが出てきます。引っ掛けシーリングが天井にくっついてて、はい、そこに対して照明器具をガチャッとはめ込むんで、引っ越された時とかって、まあ、ちょっと物件によると思うんですけど、照明器具がついてなかったりすると引っ掛けシーリングがむき出しになってるはずなんですよね。あ、そうなんです。だから最初に見たことあるはずなんです。
シーリングライト以外にも以前紹介したシャンデリアなんかもそうですし、ちっちゃいタイプは普通にこれにガチャって取り付けるタイプがありますんで、はい、あれですよね、この間僕に買わせようとした、はい、そうです、200万のなんか待ってるんですけどなかなか発注書が届かないんです。お買い上げありがとうございます。そうなんですよ、お買い上げあのお待ちしてます。あ、いやいや大丈夫です大丈夫です。カフェとか行くとよくテーブルの上にこうやって垂れ下がってきてて、キャンドルみたいな感じの形のライトがぶら下がってるみたいなのあると思うんですよ、はいはいはい、あれペンダントライトっていう、ペンダントライトなんかもガチャってこうやってくっつける。スポットライトっていうとちょっとイメージ湧かないっていうか、自宅でも使えるスポットライトって結構ある。ダクトレールっていうんですけど、はい、細長い棒状のものが天井にこう張ってて、ちっちゃい照明をポツ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 ってつけていくっていう、でそれが一つ一つがスポットライトになっていて、一個一個に引っ掛けシーリングがあるわけじゃなくて、ガチャっていうのにくっつけるタイプのダクトレールもある。引っ掛けシーリングにガチャッと引っ掛けると天井のところにレールがくっつけられると、でそこに好きな照明器具をくっつけることができるっていう、いろんな種類の照明をつけることができるんです。引っ掛けシーリングにも制限はあるんですよ。重さの制限なんですけど、はい、これはあのすごい手軽に照明器具をこうガチャッてくっつけられるものなので、作りも簡易的になってるんですけど、それがゆえに重さは10キロくらいまでのものしかくっつけられないんですね。素材がちょっと重いもの、はい、オシャレなあのシャンデリアとかあるんですけど、5キロ超えてくるものもあるので、引っ掛けシーリングの代わりに引っ掛けローゼットっていうのがあるんですけど、それでも10キロぐらいなんですけど、結構耐えます、まあ、10キロあればほとんどの照明器具がくっつけられるかなというところで、うん、こんな感じでですね、まあ、もう目に見えるものから目にしないものまで、家にあるもの一つ一つにですね、あの、まあ、役割があって、まあ、そういう資材っていうのを扱っているのが、まあ、渡辺パイプと。ちょっとだけ資材に愛着が湧いちゃったかもしれないです。帰ったらボールタップにありがとうって言おうっていう気持ちに、なりましたんで、他にも知ってる資材が多いもんですから。あ、確かに。ちょっとありがとう言う回数がちょっと多いと思うんで僕なんかより全然詳しいですからね。ちょっと早めに帰って感謝する日にしたいと思います。ぜひとも皆さんも今日は資材に感謝する日にしていただければと思います。どうもありがとうございました。皆様チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。